令和元年、沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れた御霊、戦火に遭われ亡くなられた御霊に向かい謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、ここ沖縄は苛烈を極めた地上戦の場となりました。20万人もの尊い命が失われ、この地の誇る美しい自然、豊かな文化は容赦なく破壊されました。すべての戦没者の無念、ご遺族の方々の言葉に表し得ない悲しみ、沖縄が負った癒えることのない深い傷を思うとき、胸塞がる気持ちを禁じ得ません。沖縄戦から74年、犠牲となった方々が送るはずであったそれぞれの未来に思いをいたし、こうした尊い犠牲の上に今日私たちが享受する平和と繁栄がある、そのことを改めて深くかみしめながら静かに頭を垂れたいと思います。我が国は戦後一貫して平和を重んじる国家としてひたすらに歩んでまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この誓いは令和の時代においても決して変わることはありません。平和で希望に満ち溢れる新たな時代を作り上げていく、そのことに不断の努力を重ねていくことを改めて見た目にお誓いいたします。沖縄の方々には長きにわたり米軍地の集中による大きな負担を担っていただいております。この現状は何としても変えていかなければなりません。政府として基地負担の軽減に向けて一つ一つ確実に結果を出していく決意であります。昨年引き渡しがなされた西普天間住宅地区跡地は、嘉手納以南の土地の返還計画に基づき実践した初の大規模跡地であり、基地の跡地が生まれ変わる成功例として県民の皆様に実感していただけるよう、跡地利用の取り組みを加速します。引き続きできることはすべて行う、目に見える形で実践するとの方針のもと、沖縄の基地負担軽減に全力を尽くしてまいります。美しい自然に恵まれアジアの玄関口に位置する沖縄は、今日その優位性と潜在力を存分に生かし大きな発展を遂げています。出生率は日本一、沖縄に見せられて訪れた観光客は昨年度約1000万人と6年連続で過去最高を更新しました。沖縄が日本を牽引し、21世紀の万国診療として世界の架け橋となる、今それが現実のものとなりつつあります。この流れを さらに加速させるため、私が先頭に立って沖縄の振興をしっかりと前に進めてまいります。結びに、この地に眠る御霊の安らかならんこと、ご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。令和元年6月23日、内閣総理大臣安倍晋三。